あっとデッドボールだ。ぐっと睨んだ。おブライシンガーも行く。鶴岡が中に入ります。そして両軍ベンチから選手が出てきました。揉み合いになります。片岡が中島を抑えていました。この1本が昨日飛び出したスリーランホームランです。インコース高く上がった。入った。ホームランだ。ホームラン。大久保コーチは左の腕を突き上げた。デッドボールの後の2球目、4番の中村、2試合連続のホームラン。高々と舞い上がりました。中村が打ちますとベンチはお祭り騒ぎ、大いに盛り上がります。まあ、本当にあの怖いバッターですよ今ね。打点を争いをしている2人ですよね。乗ってきました中島、中村。デッドボール。中島が珍しく怒ってますね。ちょっと両軍出てまいりました。ヘルナンデスが今真っ先に出てきて、止められていましたが、まあ、フェルナンデスは昨日のこともありますので今日もありますしね、はい。まあ、中島は相当でも怒ってました。珍しく怒りますよ、フェルナンデスももう、まあ、後藤が止めに入ってますが、場内からホセコールが起きてましたけどね。これは誰ですか。栗山の栗山が止めに入ってますね。山田、そうですね、バッテリーコーチですね。山田バッテリーコーチを、はい、三山バッテリーコーチを止めていると、はい。さらに栗山コーチ、栗山選手も止めていると。まあ、コーチが3人止めに入っているって感じですね。松山コーチも来ました、はい。山田バッテリーコーチはあれ最初誰にこう行こうという感じだったんですかね。まあ、冷静な選手もいる中、はい。まあ、フェルナンデス、そして山田バッテリーコーチがかなりなんかこうエキサイトしているのが目立ちました。そして渡辺監督もちょっとにらみを聞かせてます ね、山田コーチがまたあの、渡辺監督に言ったんですね。確かにあのコーチがマウンドに行った直後のボールだったというのももしかしたら影響しているのかもしれませんね。以前もオリックス戦なんかありましたっけね、こういう光景がね。ありましたね、去年なんかちょっと因縁とかいう話もね。ね、4年目30歳のピッチャーがマウンドに上がりました。まだプロに入って勝ちはありません、石川です。あーっと危ない。あー中島も怒ります。あーっと中島も怒ります。今初球、まあ中島は去年もオリックス戦こういうシーンがあったんですけれども、今頭付近でしたね。今両チームの選手そして監督も出てきます。今のはストレートだったんでしょうか、変化球だったんでしょうか。まっすぐですか、はい。あの因縁のね、あるチームなんですよね。元はね、最近少し、おとなしくなってたんですけども、はい。去年もあれ松本さん放送席だったんでしょうか、高宮がピッチャーでね、はい、でねバファローズでワンボールからこう中島がデッドボール当たって、はい、でこういうシーンというのがあったんですけれども、特に中島の時になんとなくこういうボールが来るんですよね、はい。まあ、あの時は、まあ、かなり長い、ね、中断だったんですけれども、はい、ここは渡辺監督が今中島に一声かけましたね。
簡単に2アウトを取っています。中田です。少しピッチングにリズムが出てきました。おっと、これはデッドボールになっています。2アウトから中島にデッドボール与えてしまいました中田。まあ、こういう風にちょっと荒れるとやっぱりバッターもちょっと怖くなるわけですよね。そうですね、そういうのも全てベンチで見ているんですね、うん、そうですよね。まあ、中田は決してわざと当てたわけじゃないんですけれども、やはり自分のところにボールがこう近づいてくるというような反応をしてしまったりもするので、うん、なるほどね。おっと、またデッドボール。これ2回目だぞということで高谷に何か話をしていますが、中島、そしてベンチから選手たちが出てきます。今日は4回にも中島デッドボールを受けました。今日2つ目のデッドボール。9番のところに代打中島が起用されています。ワンアウトランナー1塁。あーと、うわ、中島が今当たったところも心配なんですが、そのまま今両軍が入り乱れます。この表情中島、今両軍選手が間に入って止めますが、これ危険っていうでしょうね。もう今頭ですね、ヘルメットになりましたね。ですよね。ちょっと今中島の状態も心配なんですが、興奮状態のような、まあ、頭にいっていますんで、ね、ちょっと心配ですよね。今トレーナーも入ってなだめているような形で両軍割って入っているんですが、ちょっとその中島の当たり具合も心配ですし、まあ、頭に行きましたので危険球、まあ、退場ということになります。になるでしょうね。